お願いします。元ジャニーズのスマップ草薙剛主演、フジテレビ系月10ドラマ罠の戦争、杉野遥亮、小野花凛らイケメン美女たちの共演、小生も熱視線。今週も当然楽しみですが、彼らに思いを馳せながら楽しんでいいことなどあったらこの上ない。私は週刊大衆編集部で芸能やスポーツを担当、ポータルサイトではコラムも持たせていただいておりますが、公営競技のねメインな記事ですが、そのレース予想の際に活用しているのがサイン、まあ、サイン馬券とかね聞かれた方いらっしゃると思うんですが、巷のニュースや話題が結果に反映されるという考え方、これがね結構なパワーぶりでして、例えば G1 江戸川大賞、こちらではジャニーズのキンプリ平野紫耀、彼と賞つながりの3位安河内翔選手を絡めて、こちら516倍という5万集客ね、こちらの高配当をいただきました。現在各地で恒例の G1 地区選手権開催されております。こんな5万超えなどもゲットできたんですけれども、もちろんこの地区戦でもがっぽりと行きたいところというわけで、有効な芸能人のサイン探ってみました。まず前述の草薙剛、彼と同じ名前の山口剛選手、それから馬場剛選手、狙い撃ちたいですね。で、馬場選手は小野花凛さんと同じ誕生日7月6日なのでさらに注目。そして同じく7月6日生まれの山田優也選手をチェックしたい。また杉野遥亮氏のサインとしては、杉つながりの杉山正樹選手、ぜひとも注目したいところです。イケメン美女たちのパワーで一儲け。私の場合は今回好きな芸能人のサインとしてボートレース、こちらを挙げさせていただきましたけれども、参考にしていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。失礼します。